ケルチ海峡の位置地図ケルチ海峡の衛星写真、ケルチの眺めケルチ海峡は、黒海とアゾフ海を結ぶ海峡である。西は2014年3月以降ロシアが実効支配しているクリミア半島、東にはロシア連邦領の多ン半島がある。主要港にはクミリア半島側のケルチ、東岸ロシア側のノボロシースクなどがある。紀元前438年には、この一帯に、 ギリシア植民都市の発展したボスポロス王国が成立している。独ソ戦時にコーカサスへ侵攻するナチスドイツが1943年に建設を開始しソ連が完成させたものの1945年に崩落した。ロシアはかつてウクライナと佳境に合意したものの2014年に制圧したクリミアの実効支配を強めるため 多ャマ半島とケルチを結ぶクリミア大橋を2016年2月に寄港した。走行費は2280億ルーブル。長さは 19km で、片側2車線の自動車道は2018年5月15日に開通した。伏線の鉄道橋は2019年後半に完成し、同年12月23日に共用を開始した。2017年3月時点では、 たまにより北にあるチュシカ港とケルチを結ぶフェリーが1時間半に1便出ており30分で両岸を結んでいる。1991年のソビエト連邦解体後、ロシア連邦とウクライナの間での国境紛争が発生した。1997年には両国間で友好条約が結ばれ、海峡にあるトゥーズラ島はウクライナ領と認められた。しかし、 海峡の主要な航路を実行支配するウクライナに対してロシア側は不満を強め2003年にはロシア連邦がトゥーズラ島に堤防を建設しようとしたためウクライナ側が軍を派遣するなど問題になった2010年4月25日ロシアのドミートリ・メドベージェフ大統領とウクライナのビクトル・ヤヌコービチ大統領はケルチ海峡に橋を建設する合意書に署名 2012年7月12日には、ウラジミール・プーチン大統領が、ヤヌコービチと会談し、トゥーズラ島の領有権が、ウクライナ側にあることを再確認し、海峡における船舶の通行をロシアとウクライナの両国で共同管理することで合意に達した。ありがとうございます。